WX-HSH は Y モバイル向けに供給されたシャープ製 PHS 端末である。Y モービルへのブランド変更後も本端末は従来のウィルコムブランドのままで販売されている。シャープ製のウィルコム向け機種としては W03 シリーズ系以外の音声端末としては初の端末である。シャープ製の音声端末としては他社を含めると ドコモ PHS の 642S 以来となる PHS であり、音声端末はアステルグループでの実績があったが、データ端末もドコモ PHS のみの発売だった。ソフトバンクモバイルから発売されたソフトバンク 00HSH からワンセグ機能やフェリカ機能などを取り払った上で PHS にリモデルした。このため PHS 端末としては異例のアリブ、 A コネクタが採用されている。また、オリジナル同様、パントゲがネーミングされている。ホームケ同様、卓上ホルダーは設定されていない。付属品は、電池パックのみで、AC アダプタは別売りとなっている。また、純正オプションはこの2つしか設定されていないため、USB ケーブルやヘッドホンなどは、他社製のものを用いる形になる。ありがとうございます。